はい、どうも、大成です。本日もご視聴いただきありがとうございます。新年明けましておめでとうございます。何回目かな、結構言ったかなっていう感じなんですけど、まあ、今年も、元気よく YouTube の方も続けていきたいと思っておりますので、よければ応援していただけると幸いでございます。皆さん、お餅とかおみくじとか初詣とかやりましたか？1月3日なんですけど、収録しているのがこれ見てる時にはもう1月の中旬ぐらいになってるんじゃないかなと思うんですけども、結構1月が逆に大事というか、1月から気合い入れて頑張っていこうかなって思います。ぜひ皆さんも1月気合い入れてみてください。はい、ということでやっていきましょう。毎シーズン定番の2022年 SS トレンド考察、イエーイということで、はい、テンション高いなこいつと思っていただければなと思ってます。めちゃくちゃ楽しみなんですよね。まあ、今期ね、SS は僕の、まあ、簡単なイメージから言うと、めちゃくちゃやっぱりどこのブランドさんも色を使ってきましたね。まあ春ってのもあるんですよ。もちろん春ってのもある、春ってのもあるんだけど、僕が、厳選した今期流行りそうだなとか思うカラー、アイテム、ブランド、柄をポイントで押さえてたらなと思ってますので、よかったらこれを見ていただいたら、大体ね2022年の SS の雰囲気っていうのが分かるかなと思うので、よかったら参考にしてみてください。では早速いってみましょう。はい、ということで2022年春夏のシーズンの注目トレンドキーワードっていうところがありまして、春色のロングアウターとか、まあサテン柄、きれいめアウトドア、クロッシュ編み、オーバーサイズジャケット、まあ、きちんと見えデニムセットアップとか、まあ、そういった感じになると思うんですけども、個人的に、ピックアップしているのがこちら、シャツジャケット、デニム、 MA1 カーゴパンツ、開襟シャツ、ショートパンツ、ポロネック&ヘンリーネック、ビッグバッグって感じで、インスタグラムではこういう風に書いてあるんですけど、これはあのメンズが参考になるかなと思うんですけど、今回は全体の空気感なので、割とレディースのキーワードとかを織り交ぜながらちょっとお話しできればなと思います。まあ、最初に言ったその春色ロングアウターなんですけども、これね、あの本当にピーター・ドゥとかルックとか見たら分かると思うんですけど、やっぱりね、着丈の長いロングコートってまだこの春は引っ張るかなと思ってます。22年の秋冬は割とロングアウターからちょっとミディアム丈ぐらいに切り替わってくんじゃないかなって僕は思うんですけど、まだ春は継続してロングアウターってところが注目されているかなって思っております。で、春のロングアウターってどういうのがいいのって言ったら、まあ、冬ってやっぱりこうメルトン素材とか結構厚手のウール素材が多い中、それの逆ですね、結構薄めのコットン素材とか、まあ、ナイロン素材のようなさらっと羽織れるが、ベースになるんじゃないかなって思ってます。で、特徴としてはちょっと襟がやっぱり大きめだったり、ルーズ感あったりとか、大きめのものが少しずつやっぱり、トレンドになっていってるんじゃないかなと思っていて、海外メゾンブランドとかは結構この襟の部分をこう大きくしている、80年代ぐらいにあった襟がこう大ぶりのね、コート、ステンカラーコートだったりトレンチコートだったりとかがすごい流行っているので、春の買い足しする場合はここ襟が大きかったりとか、ちょっとね、ルーズめな、ナイロン生地だったりコットン生地のものを選んであげるといいかなと思います。まあ春らしいって言われたら、やっぱりこういったグリーンとかブルーとかイエローの淡いカラーが注目されてるんですけど、逆に言うと落ち着いたシックな色で固めてあげたり、ベーシックなものを買うのも絶対ありだと思うので、まあ、そこはちょっと押さえてみてもいいかなって思います。そもそも多分秋口にねトレンチコートとか買ってるよって方はもうそれ代用で全然大丈夫だと思います。あとこれですね、ブラトップ、今年めっちゃ見ますね。これあのメンズは関係ないんですけど、もうほんと夏らしいというか春夏らしいチューブトップみたいな、ブラトップみたいなのがね流行って、デコルテを出してネックレスとか大ぶりにつけてあげたりして、まあ、コーディネートを作ってあげたりとか、ジャケットの中をブラトップにして、本当に海外っぽいですよね。なんか日本のファッションというよりかは海外メゾンとかアメリカの方、ニューヨークの方のなんかファッションだなとは思うんですけど、まあ、こういったのも頭に入れとくと、もうパッと見た時に、あれ、大勢さん言ってたやつだ
ってなると思うんですよね。ちょっとこういったブラトップも流行ってるのでよかったら頭に入れといてください。あと Y2K 風ローライズボトムっていうところですね。 Y2K っていうのが、まあ、2000年代流行ったファッションですね。やっと2000年代のリバイバルが来たなって感じなんですけども、まあ本当に海外セレブですよね、 Y2K 風のファッションっていうのは。本当にパリス・ヒルトンとかね、まあ、そういったセレブがローライズボトムを履いたことによってちょっとずつメディアに出ていって、まあ、裾に落ちていってるみたいな感じなんですけど、まあ割とね僕らがこう取り入れるのは難しいなと思うんですけど、 Y2K って言われた時に何 Y2K ってならないために、一応頭の中に2000年代風のファッションっていうところを入れとくと、え、何ですか Y2K とはならないので、よかったね、頭の中にどっかに Y2K、 あ、大勢さんああいうこと言ってたなみたいなことを頭に入れといてくれれば大丈夫だと思います。まあ本当に難しいですね、ちょっとこうへそ出したファッションとかね。それこそやっぱり韓国アイドルとかアイドル系の衣装とかにもね取り入れられたりしていて、本当にスタイリストさん、映像を撮ってる方々がこういうのを知っておくと、まあなんか今のトレンドっぽい雰囲気のファッションの撮影をするときとかに、あ、あれだってなるかもしれないですし、テレビ見ててあれ着てたら、あ、Y2K ねみたいな、まあ、そういった感じで覚えていただけたらと思います。で、次こちらニットアップですね。これ僕ニットアップは本当にメンズでも注目した方がいいと思ってるんですよ。スウェットのセットアップよりもやっぱり僕はニットセットアップのが好きで、今年の秋絶対ニットアップ作ろうと思ってるんですけど、ニットのセットアップってやっぱり品がいいんですよ、スウェットよりも。ニットの編み方にもよるんですけど、ハイゲージのニットとかドズメのニットとかでニットアップ作ったりとか、リブニットとかでニットセットアップを作ってあげると、すごい縦のラインが強調されたりとかして、すごいシャープに見えるんですよね。なので割とスウェットのこうやぼったさがなくなって綺麗に見えるってところがあるので、このニットアップは本当にメンズ今年絶対に取り入れた方がいいなと思っているのと、ニットアップって言ってもただクルーネックセーターとニットのパンツっていうよりかまあ、どちらかというとニットカーディガンとパンツのセットみたいな提案がいいんじゃないかなって思ったりとか、ベスト と、パンツの提案みたいなのはメンズがハマるんじゃないかなって思ってるので、まあ、これね秋冬に僕は計画してるんですけど、 SS だとコットンニットかなとは思ってます。コットン系のアイテムとね合わせてあげるのがいいかなと思うので、僕スウェットのニットセットアップあんまり着れないなって方はニットのセットアップをね、探してみてもいいんじゃないかなと思います。はい、次色なんですけども、カナリアイエローですね。まあ継続してイエローは、かなり人気なんじゃないかなと思ってます。秋冬のイエローとねグレーを僕はピックアップしたんですけども、まあ、そういったところで、まあ、イエローは今季またねトレンドになっております。今回はカナリアイエローって言って少しサイドの高いイエローですね。なんかこう卵の黄身みたいな色になってるんですけど、まあ、そういったこう深みのある真っ黄色みたいな感じですかね。まあ、それがやっぱりこう気分を上げてくれたりとか、まあ、モノトーンスタイルの差し色に使ってあげたりとか、バッグで持ったりとか、アイコニックに使いやすいのが黄色なんじゃないかなって思っております。で、次なんですけど、こちら鮮やかなサテンですね。まあ、サテン素材って結構レディースっていう印象が強いと思うんですけど、全然メンズでも、取り入れられることができるかなと思っております。メンズだとパンツだったりとか、まあ、シャツとかブルゾンだったりジャケットだったりとかね取り入れやすいかなと思うんですけど、まあ、すごい印象的だったのがピーター・ドゥですね。ピーター・ドゥのこのサテンのコート、着れる着れないにしてもすごいかっこいいなって個人的には思いました。だからこういうの着れる女性ってすごいかっこいいなと思うんですけど、まあ似合う人相当難しいなって感じですけどね。でもこのツヤ感とか、まあ、ボンバージャケットにしたりしてもすごいかっこいいと思いますし、カジュアルなアイテムをサテン素材にすることによってちょっと綺麗めにで一癖あるデザインに仕上げてたりしてますね。すごいかっこいいと思います。で、次こちらです。綺麗めアウトドア、もうこれ近年ずっとアウトドアブーム引っ張ってると思います。まあ、キャンプだったりとか、まあ、それこそ街だとアーバンアウトドアって言ったりとか、まあ、いろんな言い方があると思うんですけど、やっぱりこういったナイロン素材とかアウターアノラックレインコートとかを街でも着れるようなものにしたりとか、それこそ一気にこうタウンユースから本当にアウトドアシーンで使うものですね、山の中で使うものとかも、まあ、ブランドさんによっては作ってると思います。ホワイトマウンテンニアリングさんとかだったりとか、ノースフェイスさんだったりとかね、まあ、それをなんかこう結構綺麗にするとハイクさんとかみたいな感じでアウトドアを街着として使ったりとか
まあそういった軽く使えるものを今期はね、ピックアップしてて、また引き続き引っ張っていくと思います。まあ春って結構アノラック作りがちというか、まあアノラックとかナイロン素材のものを使いがちなんですけど、まあでもやっぱり軽くて冬のメルトン素材とかウール素材が一気に切り返ししやすいので、まあこういった点であの綺麗なアウトドアが注目されております。あと色また戻ります。コットンキャンディーブルーですね。コットンキャンディーブルー、まあ、ちょうどここにエビアンあるんですけど、エビアンのこのキャップの色みたいな色です。コットンキャンディーブルー、なんかこう綿あめのようなコットンキャンディーブルーが、まあ、ブームされるような予感がしています。まあレディースですね、特にメンズだともう少しサイド高い方がいいのか、まあ、ロンティーとかにも取り入れてる人が多いだろうし、ニットとかシャツとかね、こういうコットンキャンディーブルーっていいと思ってます。個人的にはこういうシャツが春に1枚あるといいんじゃないかなって感じですね。で次もう一個色いきます。パウダーピンク、パウダーピンクって言われるような本当にショッキングピンクとはまた真逆な色というかって言った方が分かりやすいかなと思うんですけど、ショッキングピンクってもう本当に真っピンクみたいな感じなんですけど、パウダーピンクはちょっと薄めのピンクですね。ジェルサンダーのニットとかね、今年あとボッテガベネッタがレザーで使ってたりとか、まあ、そういったところであのハイブランドとかも早くも取り入れていると思うんですけど、もっとこう日本の、ファッションにも落ちてくるんじゃないかなと思ってるので、ピンク系のアイテムもどんどん取り入れてあげてもいいかなと思いますし、ぜひ春だからこそ楽しめる色なんじゃないかなと思ってるので、例えばモヘアニットとかカットアウトワンピースとかフラットサンダルとかね、まあ、サンダルとかピンクとか可愛いかもしれないですね。まあ、そういったピンク系をどっかのコーデに取り入れたりとか、僕絶対今年ピンクとパープルが来ると思ってるんですよ。この2色、この2色をまあ取り入れてあげたりとかするとよりいいんじゃないかなと思ってます。なんか秋冬とかはね結構パープルとか入りそうな気がしてるんですけど、ぜひ頭の中に入れておくといいんじゃないかなと思います。で、クロッシュ編みです。クロッシュ編み、あのニットとかカバンとか編み地の話なんですけど、ベースマークとかね、カバンとかでやってたりとか去年ぐらいから取り入れていましたし、まあいろいろ編み方なのでニットに応用したりとか、例えばレザーをそれでクロッシュ編みにしたりとか、いろんなね、手法があると思いますし、材質によって見え方も変わると思うんですけど、クロッシュ編み一応頭に入れておくと、あ、これクロッシュ編みだってね、買い物行った際になると思うので、ぜひ頭に入れといてみてください。で、オーバーサイズジャケットもトレンドに上がっていて、まあ、タイとコンパクトなサイズのジャケットがまた流行るかなと思ってた中で、やっぱりオーバーサイズは引き続き継続されてました。で、僕は個人的にただただオーバーサイズっていうよりかは、肩はジャストだけど下にかけてこう A ラインに広がるようなジャケットが絶対流行ると思っていて、ちょっとこれは、まあ、あの予想でしかないんですけど、ちょっとずつ肩周りはタイトになってくるんじゃないかなと思います。ジャケットはオーバーだけど多分ボトムスが細くなって、このバレンシアガーみたいな感じで、これ極端なんですけど、でかい細いみたいな感じになってるんですけど、これがもう少し柔らかくなって、ジャケット大きいけどパンツは細いでブーツインするみたいな、まあ、そういったねスタイリングがまた広がってくんじゃないかなって思っているので、 A ラインジャケットってところとか少しオーバーサイズのジャケットっていうのはあのまだ継続して続くんじゃないかなと思ってます。で、これもう僕大注目なんですけど、きちんと見えデニムセットアップで、これ何が大事かというと、きちんと見えです。デニムってただセットアップできるとやぼったくなっちゃうのと、かなりカジュアルすぎるんですよね。そこをじゃあどう綺麗にさせるかみたいなのが今年のテーマだと思ってるので、できればデニムを買う際に雨風っていうよりかは少しこうちょっとフレンチ感のあるデニム、アーペー製とかもそうですけど、ちょっとこうリジット素材だったりとかワンウォッシュだったりとか、そういったデニムがいいんじゃないかなって思ってます。はい、デニムのセットアップって結構ね着こなすのが難しいとは思うんですよ、思うんですけど、今季よりこう綺麗に仕上げてくるブランドさんが絶対多いと思うので、ぜひデニムのセットアップ試してみてほしいです。すごいかっこよくなるとは思います。個人的にはデニムのジャケットって言ってもデニムのテーラードジャケットとかね、今季アンバーさんとかでもねデニムのテーラードジャケット出してたりとか、まあ、それこそデニムとの切り替えとか、まあ、ピーター・ドゥとかも出してると思うんですけど、どこかこう綺麗に見えるアイテムっていうのがいいんじゃないかなって思ってます。カジュアルになりすぎない大人のセットアップが人気を集めそうだなって意見が出てますね。いや、厚底ですよ、厚底。まあブーツとかもそうなんですけど、引き続き、まあ、90年代、2000年代引っ張ってるので、あの厚底の、サンダルだったりとかが増えます。グルカの厚底、ザローみたいな、ああいった花尾のタイプの厚底みたいな、まあ厚底すぎると履きにくいので、ちょっと厚底みたいなところが、テーマなんじゃないかなって思ってます。で、最後、これはもう絶対に切っては切り離せないんですけど、ロゴ入りレクタングルバッグ。
ていうところで、あのロゴ入りですね。やっぱ引き続きロゴ入りのアイテムって継続されます。なんでかっていうと、やっぱり SNS が今主軸になってますよね。 SNS がある代わり写真に映えないとダメだったりとか、写真で見てわかるってところがデザイナーとかブランドの中でやっぱり軸になってます。何々ブランドの T シャツ、例えばジルサンダー、バレンシアガー、ボッテガベレタとかね、そういったこうロゴが入ったりとか、カバンにロゴがついてるとやっぱりそのブランドを象徴させてくれるというか、まあ、マーケティング的な手法で考えるとやっぱりロゴがよく見えて SNS 上で上がってるとそのブランドが流行って見えるとかね、まあ、そういったところで切っては切り離せない。ファッションはやっぱり商業的じゃないと続かないので、商業的な部分もあるし、やっぱ時には売らない部分もマーケティングとして必要だけど、そのバランスが必要なんで、絶対にこう売れるものとかそのブランドを象徴するものってのは必然的に大切になってくるので、ここはポイントとして押さえといた方がいいんじゃないかなと思います。やっぱり特に T シャツとかね、春夏は流行ってくるので、まあ、ロゴ T だったりとか、まあ、そういったポイントのあるものが、いいんじゃないかなって思っております。はい、早口でさっくりとまとめたんですけど、あくまでも個人的な意見になるので、あんまりね、こう、めちゃくちゃ参考になるかはわかんないんですけど、まあ、ずれる部分もあると思うので、まあ、そういったところで少しでも頭に入れておくと、買い物行った時に、あ、これ、わかりますかって言われた時に、わからないですっていうことがなくなるかなと思うので、知識として頭に溜め込んでおくと、やはり、また楽しめるかなと思うので、ぜひとも、春夏、トレンド楽しんでみてください。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。大成でした。今年もよろしくお願いします。では他の SNS もやってるので見ていてください。バイバイ。